それでは中央大学行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。で、内容1問題10問あるんですが、これ全部やってると皆さん視聴時間が長くなって、これ皆さんご覧いただけないので、最初の7問行ってみたいと思います。で、できるだけミスを防ぐために、説語の指示に対応するところを探しに行く。そういう意識を持って頑張っていただけると嬉しいかと思います。で、それは皆さんスキャニングと言われる技術ですからね。ですから、本文と説問、どこから最初確認した方がいいですかと言われて、まず問いの一番の説語の指示。で、それを熟読してから本文、第一段落を通読。で、そこで記憶した情報を元に選択肢の検討。で、答えを出した後は問いの2番の説語の指示。それを一読してから次は第2段落。で、第2段落を通読して、そこで得た情報を元に選択肢ですね。検討していく。こういう順番の方が確実かと思います。ですので、これを参考に頑張っていきましょう。さあ、第1段落でございます。一読していただいた後、問いの1番、検討をお願いします。さあ、皆さん、説問の指示に該当するところは、ここにありますよね。ですから、そこを含んでいる文章中、つまりこの三角括弧で区ったところ、そこをおそらく皆さんは熟読していただいたかと思います。で、皆さん選択肢、比較検討していただいたわけですが、皆さんこの後半ですよね。水泳の競争が皆さん行われました。で、オープンウォーターと書いておりますから、外ですよね。で、選択肢の A をすっ飛ばして、まずは B。皆さんこれいけそうな感じがするんですが、皆さんこの真ん中の10キロという話がないですね。で、選択肢の C はこの文末の indoors。これだと室内になっちゃいますね。で、選択肢の D は真ん中の similar、似ているという話はないですね。ですから選択肢の A、プールで行われることはなかった。そうです。つまり、外で行われたわけですから、皆さんこの文章中と合致しますよね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。一読していただいた後、問いの2番の検討をお願いします。さあ、皆さん、説問の指示のバイノンさんが泳いだ。それもさ、ここに書いてますよね。ですので、このあたりと選択肢見比べて、トルコの話はあるんですが、選択肢の B、グリースという話がないですね。で、それ以外の選択肢もちょっと本文中と合わないなぁと、思って次の文章を読んでみると、This で受けてくれてますよね。で、皆さん、このあたりですね。つながってると。で、さらに文末はヨーロッパとアジアを分けると書いてますね。で、それで皆さん選択肢の A から確認すると、まず Black Sea。これは書いていないですね。で、選択肢の B はグリースの記述がなし。で、選択肢の C をすっ飛ばして選択肢の D。これはこれ第2段落後半にはあるんですが、皆さん該当箇所とは合致しないですね。ですからヨーロッパとアジアを分けると書いてるわけですから、それは2つの大陸ですよね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの3番でございます。段落後半から出ますので、検討をお願いします。それでは説明の指示でございますが、人々が今泳いでる。それがまさ、このあたりと一致しますよね。毎年毎年同じことをすると。で、なぜかと言われたら、Poet's Memory。その詩人の記憶。もちろんその詩人とはこのバイロンさんですね。で、記憶と言うんですから、皆さん記憶を呼び起こすため。そう言ってる選択肢が見つかってますよね。で、選択肢の A は皆さん人物が違います。で、選択肢の B は訪問してる話はないですね。で、選択肢の C も人物違い。ですから選択肢の D、人々に思い出させます。で、バイローさんがそれをしたということを思い出させる。まさに記憶を呼び起こす話とつながりますね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。皆さん、この段落はちょっと長いので、まずは全体像を把握していただくために、先に一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、問いの4番でございますが、これは段落の前半でいけますので、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、皆さん、説明の指示でございますが、ロシアとアメリカが分かれております。で、そういうのが皆さん、この点々のところに書いてますよね。ですから、この文章中を熟読。で、皆さん、そうすると、皆さん、たった4キロ。こういうことを言ってる選択肢は見つかってますよね。ですから、選択肢の A ですが、まずは島の話はないですね。で、選択肢の B をすっ飛ばして、選択肢の C、泳ぎやすい、記述なし。で、選択肢の D も、めちゃめちゃ政治的という記述がないですね。ですから、わずか4キロほどと書いておりますので、選択肢の B の short distance。これが正解ということでよろしいかと思います。それでは先ほどの段落後半でございます。ここから皆さん問いの5番解きますので、検討をお願いします。すみません、コックスさんが泳ぐことができたという話はこのあたりに合致しますよね。
では、タミさん、説明の指示の because という表現が本文ここに書いております。で、おそらく皆さんもそうかと思いますが、この三角括弧で食ったところ、ここと合致するものが見つかってますよね。タミさん、特にコックスさんの fat、脂肪の層と書いてますね。で、それが彼女の心臓とか他の臓器、その周りにくっついてくれてたおかげで成功できた。で、それで皆さん選択肢の A をすっ飛ばして選択肢の B。皆さん、泳ぎがうまかったという話はないですね。で、選択肢の C はサポートを受けたという話はなし。で、選択肢の D もお医者様からの素晴らしいアドバイス。それも書いていないですよね。ですから、心臓と他の臓器の周りにくっついた脂肪。その話が皆さん、unusual。普通とは違う。そこに言い換えられておりますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、ついての段落でございます。皆さん、注釈1箇所だけついておりまして、クラゲ。それを意識して、皆さん、問いの6番、検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示にキューバとフロリダと書いておりますので、皆さん、本文で言うとこの辺りですよね。で、皆さん、該当箇所を読むと、まずこの辺り、政治的な関係。で、その話が選択肢の A とか D とかに書いてますよね。で、一方、文との far longer swim。皆さん、めちゃめちゃ長いと書いてますね。で、それが選択肢の B の distance。ここにつながってくるかと思います。ですから、この段階で削れるのは選択肢の C。cold。その話は書いていませんよね。ただ残った選択肢3つまだどうしようって感じになりますね。ですので、次の文章を読んでみると、皆さん、not A, but B。当然、筆者の主張はこの but の後ろ。ですから、そこを熟読すると、great distance。大きな距離の話が書いておりますので、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。で、これも注釈1箇所だけついておりまして、様子項ですからね。これを踏まえて、問いの7番、検討をお願いします。さあ、皆さん、説問の指示のマーティンさんは、まずここに出ていますよね。で、その文章中を読んでみると、まず選択肢の A が×。皆さん、キングという表現はここには書いてはいるんですが、まずこれ、スポーツ界のキングですからね。で、選択肢の A のこの書き方だと、なんかどっか国の王様。そんな話になってしまいます。そして選択肢の B も、この some most。大部分を泳いだ。そうです。大部分を泳いだということは、ちょっと泳ぎきってないという様子が伺えます。ですが、本文 entire。こういう表現をしているわけですから、選択肢の B は×。で、選択肢の C は、もうこれも under が×ですよね。本文中、ここに over と書いております。そうすると選択肢の D。で、これだとすべての最も長い川全部を泳ぎ切ったわけではない。それが本文で言うとこのあたりですよね。まあアマゾンとかミシシッピとか、まあそのあたりは泳いだと。ですが皆さん、ナイル川だけではやめたと。泳がないということを決めております。ですから全部を泳いだわけではないので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。